メディアを再生するザ・ゴールド・ラッシュ。ロールパンにフォークを刺し、足に見立てて、ダンスを披露する名場面。黄金鏡時代は、1925年に制作されたアメリカ映画である。チャールズ・チャップリンが監督、脚本、主演を務めた、喜劇映画で、喜劇王と呼ばれた、チャップリンの作品の中でも特に傑作と呼ばれている作品である。や孤独などに翻弄されながら、 黄金を求めて教本する人々をチャップリンならではのヒューマニズムとギャグで面白おかしく描いている。空腹のあまりにチャップリンが靴をゆでて靴底の釘を鶏肉の骨のようにしゃぶり靴紐をスパゲティのように食べるシーンやロールパンにフォークを刺して足に見立ててダンスを披露するシーンなどが有名。チャップリンが1919 19年に D.W. グリフィス メアリー・ピック・ホード、ダグラス・フェアバンクスらと共に創立した、ユナイテッド・アーティストで制作、配給し、チャップリンにとって、前作、パリの女性に続く同社での作品となった。また、彼の初の長編映画でもある。1942年に、チャップリン自身がナレーションをつけて、再公開したサウンド版が制作されている。山小屋でのクライマックス。 雪深い山に金庫を探し求めてきた一人の金庫を探しチャーリー。猛吹雪に難獣した上、転がり込んだ小屋にはお尋ね者のブラックラーセンがいた。やがて同じく猛吹雪で転がり込んできた金庫探しのビッグ、ジムマッケイと避難生活を送ることとなる。寒さと上がピークに達し、ビッグジムはチャーリーが鶏に見える始末。 やがて靴を食べる生活まで始めた。右与曲折を経て、ビッグ、ジムと別れ、ふもとにできた信仰の町にやってきたチャーリーは、酒場で出会ったジョージアに一目ぼれいする。大晦日の夜、酒場の近くにある小屋の留守を任されたチャーリーは、ジョージアをもてなそうとパーティーの準備をして自宅に誘うが、約束をすっぽかされてしまう。酒場での大晦日のパーティーが終わった後、ジョージアは、 約束を思い出して、チャーリーの家に行くが、チャーリーは落胆して外出していたため会うことはできなかった。飾り付けられた部屋の中や自分宛のプレゼントを見た、ジョージアは、チャーリーが自身に好意を寄せていることに気づく。酒場にやってきたチャーリーは所在が下げにうろついていたが、酒場のバーテンダーからジョージアからのことづてを書いた紙を受け取る。そこには、約束を破ったことを謝りたいと書かれていた。 すぐさま、ジョージアを探し回るチャーリーだが、思いもがけずビッグ、ジムと再会を果たす。彼は何か、無我夢中な様子で一緒に来てくれとせがんでくる。実は、ジムは、チャーリーと別れた後、自ら探し当てた近郊へ戻ったのだが、待ち伏せしていたブラックラー戦と乱闘になった末に、頭部を殴打され、記憶を失っていた。記憶を取り戻したものの、 金の鉱脈のありかの印を残した場所を思い出すことができなかったため、共に一緒に過ごしていたチャーリーを探していたのである。チャーリーは再会したジョージアに必ず戻ってくると、言い残し、金の鉱脈を見つけ出すべく、ジムと共に再び雪山へと舞い戻る。そして、崖崩れによる小屋の崩落という危機を何とか乗り越え、ついに金の鉱脈を発見し、一躍百万長者となった。 そして帰りの戦場でジョージアと再会し、今度こそ結ばれるのだった。1923年に、チャップリンは友人であるダグラス・フェアバンクス、メアリー・ピックフォード夫妻の家を訪れた際、ステレオスコープでアラスカ州のチルクート峠を越えるタンクス社の行列の写真を見て、作品のアイデアが浮かんだとされている。そのアイデアに、1846年に、 シエラネバダで発生した入植団、ドナー隊の悲劇を取り入れており、彼らが上をしのぐために、仲間の死体や動物を食べて生き延びたというエピソードから、靴を食べるなどといった場面を発想したという。撮影は1923年の冬から始まり、山小屋のシーンがまず最初に撮影された。有名な革靴を食す場面は、靴の皮を改装で、釘を編め細工、靴ひは、 イカスミスミパゲッティで作ってあるこのシーンは何度も撮り直しをしながら修正を行ったために撮影に3日かかり63回撮り直された。ちなみにチャップリンとマックス・ウェインは何度も海藻の靴を食べたために下痢に悩まされたという。冒頭のチルクート峠を越える大勢の淡靴者を映し出したシーンはシエラネーバダ山脈で撮影され、 近くのサクラメントにいたホームレスなど600人をかき集めて撮影された。このようにチャップリン映画としては異例の大規模なロケーション撮影が観光されたがチャップリンが風邪をひいたり悪天候で撮影が思い通りに進まなかったこともあり他のシーンはチャップリンスタジオでの収録に変えられた。スタジオ内に大掛かりな雪山や街のセットを作り雪は 塩と小麦粉で代用した。また、トム・マレー演じる指名手配犯がなだれに飲み込まれるシーンでは特撮も使われており、チャップリン映画の中で最も力が入っている作品とする評価もある。ヒロイン役については、これまでの作品でヒロインを務めていたエドナ、パーバイアンスが太りすぎており、ヒロインには向かなかったため新しいヒロイン探しが行われた。その噂を聞きつけて、 ヒロイン役に名乗り出たのは、キットで天使を演じた当時15歳のリリタ・マクマレイで、彼女の友人でのちに、サーカスでヒロインを演じるマーナ・ケネディと共に撮影所に、売り込みをかけた。リリタの売り込みによって1924年3月2日に、週休750ドルで契約が結ばれ、彼女はこれを機に芸名を、リタ・グレイとした。リタも撮影に加わったが、9月頃に、 リタが妊娠していたことを告げられる。マクマレー家は奮撃し、チャップリンにリタとの結婚を迫った。仕方なしにチャップリンは、ロケーション撮影と偽って、メキシコに向かい、11月25日に式を挙げることとなった。これにより、映画の撮影はストップしていたが、リタは家庭に入るという理由で役を交番。そこでヒロイン探しを再び行い、ジョセフ・フォンスタンバーグ監督の 救い日を求める人々でヒロインを演じたジョージア・ヘールが抜擢された。撮影は1925年5月に終了し、撮影期間は1年3ヶ月もかかった。作品は1925年6月26日にロサンゼルスのローマンズ・エジプシャン劇場でプレミア公開され、600万ドル以上の収益を上げたと言われる。日本では同年12月17日に公開され、 1926年度のキネマ旬報ベスト10第1位にランクインされている。1942年にはチャップリン自身が音楽、音響、解説をつけたサウンド版を制作し、第15回アカデミー賞喜劇映画音楽賞とアカデミー録音賞にノミネートされた。作品は現在に至るまでチャップリン映画の最高傑作並びに、 コメディ映画の名作として歌われ、高く評価されている。1958年、ブリュッセル版告白覧会で発表された、世界映画史上の傑作12戦で、戦艦、ポチョムキンに次いで、第2位に選ばれた。また、1992年には、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。以下は日本でのランキング講述のサウンド版、公開以降は、 一部を除くとほとんど公開されることはなかったが、1993年にサイレント映画研究の第一人者であるケビン・ブラウンローとディビット・ギルが修復している。1925年のベルリンプレミアの際には、チャーリーがロールパンのダンスを披露するシーンで、観客の喝采によってそのシーンを繰り返し、上映している。なお、オリジナル版は、 作品中に著作権表記があるものの公開時期が古く、リニューが行われなかったことから、公開当時の米国の法律により権利放棄とみなされ、米国においてはパブリックドメインとなった。なお、現在の版権保有者であるリヒテンシュタインの法人は、米国以外では著作権存続を主張している。1941年6月9日から、ローランド・トザローと共に、 すべてのネガを見直し、冗長と思われるカットや、字幕、シーンの差し替えなどを行った。この編集により、バーテンダー役のスタンリー・サンフォードの出演シーンが、ストーリー上カットできない部分を除いてすべてカット、された。一部シーンを別テイクに差し替えたため、同じ演技でもサイレント版と、ニュアンスが若干異なる部分もある。また、サイレント版でのラストは、 チャーリーとジョージアの熱いキスシーンで終幕となるが、サウンド版では二人が、看板に上がるだけのおとなしいものに変わっている。冒頭に、黄金京時代の初公開時にこの作品を劇賞し、1942年1月23日に、救世した、評論家のアレクサンダー・ウールコットへの献辞、デディケーテッドツー・ d アレクサンダー・ウルコット、 インアプリ r e c i a t i o n of His Place of t h i が添えられている。リバイバルプレミア以降、現在では特に断りのない場合、黄金京時代といえばこのサウンド版を指す。1962年、東亜映画の提供で、チャップリンの黄金京時代が再公開された。日本語版吹き込みを、厚見清が担当している。 どういう経路を経たものか知らないが、入荷したフィルムはドイツ語版であるという。日本では NHK が春風亭小朝がチャップリンのセリフの上に日本語をかぶせるという方法で放映した。古くは一流最低法の記録がある。ありがとうございます。